世の中はまだまだ大変な厳しい状況が続いていますが、マツダは楽しい、ドライブは楽しいをテーマにお送りしているドライブショー。車というのは密を避ける移動交通手段として注目されています。大切な家族を守る、心の健康を取り戻す、おうち時間からお車時間へ、先進の安全性能、走行性能を装備したマツダの車で大切な人とドライブをして、お車時間をぜひ作り出してみてください。というわけで、どうもです、中島あゆみです。ディレクターの浅井です。カメラマンキャリーです。はい、はい、というわけで、ちょっと今日午後雨予報らしいんですけど、嘘みたいに晴れてますね。そうですね。いや、というか僕ちょっとまず一番最初に言いたいのは、いやもうほんまにそうなんですよ、はい、浅井 D のイメージチェンジぶりがすごくて、ね、夏やな、夏来ました ね。今日はどうするんですか。今日は、うん、西播磨エリアに、はい、ちょっとこうお車時間でね、なるほど、楽しみながら行ってみたいなと。西播磨か。西播磨も私も地元ですよ、ね、家みたいなもんですから西播磨全体が家みたいなもんですから、はい、そうですね。僕はちょっとあまり馴染みがないところなので、辰野市、相生だ、相生市、赤穂市、宍粟市、うん、で佐用町、上郡町、大使町。なるほど、すごいですね、はい、今日はですね、久々のマツダ3のセダンタイプですね、うん、だどこに行くというよりも、この車に乗ってる時間丸ごと楽しもうという。そうですね。近くにスターバックスがあるぜ。ね。みんなおごって、おごってやるから行こうじゃないか。やったー。いや、それにしても天気です ね、 ね、すごいいい天気ですね。知ってますか、この後悪くなるんですよ晴れのち雨っていう予報なんですよね。信じられないです ね、 ね、天気見ながらちょっとね、移動するっていうのも、はい、そう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 。この信号右です。はい、このウィンカーの音、ウィンカーの音好きですよね。本当にね、このマツダ3のウィンカーの音大好きなんですよ。ずっとウィンカー出して曲がり続けて本当にね、そんな感じだよね。そうしたいぐらいのね。ところで、はい、今日どこ行きますか。宍粟に温水湖という、ほう、あの湖が、まあだから、ひとまず、そうですね、はい、まあだからいい景色をちょっと見に行こうと、ね、あの、ね、感じでいいんじゃないかと、はい、ちょっと買ってきましたよ。わーい、あーすごい、しっとりしてる。もう、あ、これうまいな。おいしいですね、うん、山崎、はい、インターチェンジですね。はい、景色もだいぶ変わりましたよね。そう、もう完全に山の中を、ね、走ってますね。ね、もう少しですね、うん、あと5分ほどですよ。お、はい、引原ダム。引原ダムなのね。ダムですね、深いな。水がでもいっぱいある、ね、おお、うん、へえ、湖、引原ダムのことだったんか。温水湖すごい、あの橋、大きい、大きいですね、大きいですね。へえ、あのずっとこう渓谷みたいに見えますもんね、川沿いの。じゃあまたこれが川に戻っていくんですかね。どういうことでしょうね。ってことですよね。あ、あそこなんか船着き場みたいになってません。あ、やっぱボートってか、本当に競技の、そうですね。お、あ、サップなんかもありますね、ここね。あ、本当だ、ここカヌー競技場。へえ、へえ、いいですね。カ
ちょっと入ってみましょうか。そうですね、本津以降カヌークラブハウス、ここに思想市で市の建物なのか。はい、へえ。ちょっと風強いですけども、はい、なんかせっかくなんで、そう、歩いて見てみたいなという。そう、こっち側が放水してる側ですね。ちょっともうちょっと向こう歩いて感じしましょうか。そうですね。藤の木がちょっとね、すごい景色が見えるんだしですよ。まだ水が見えない、水が見えない、水が見えない。ゆほー、なんかヒュッてなりますね。なりますね。うわー、今日はまだ何いまだ全然水は流れてない状態ですね。向こうはね、国道なんでね、はい、2車線なんですけどね、こっちはあの、うん、1車線と言いますか。そうですね、まあ遊歩道よりちゃんと車がこう走れるようにちゃんと、ね、あ、やっぱ反対から見るとまたちょっと趣が違いますね。本当で抜けがやっぱ全然、あの橋とかがね、ちゃんと見れるので、そうですね、橋の前景がこんな感じだったんですね。うん、本当になんか湖に近いところを走ってますよね。片、うん、側一車線みたいな感じで落ち葉がねあって、そうですね、すごく。これもしかしたらこう紅葉のシーズンも気持ちいいかもしれない。ああ、紅葉も良さそうですね。今日ちょっとね風強いからあれですけど、戻る感じですね。はい、なんかちょっと、いやー、なんか日常からちょっと離れるようなね、やっぱね、その窮屈な感じとか、そういうのからはこうやっぱ自然に触れるとやっぱ気持ち的にもねリフレッシュできる、ね。まあ、そうなってくるとやっぱ綺麗だな。綺麗ですね、この抜けがもう、うん、あの奥側がこう上流から下流に向けて景色がこうパッと広がる感じですね。はい、というわけで、はい、御水港カヌークラブハウスさんの駐車場に帰ってきました。そうですね、はい、はい、カヌーができて、まあ、サップもあり、はい、うん、でシャワークライミングと、ね、まあ、これからの季節ね、すごい。そうですね、なんか7月のなんか梅雨明けぐらいから体験できるって書いてあったんで、まあ、あとね、やっぱり車での移動っていうのね、うん、まあまあこのご時世、はい、やっぱりあの使い勝手がいいなと。そうです ね、 本当に、まあまあいろいろ気を使わなきゃいけない時期なんですけど、うんうん、まあそれに関して言えば、まあ、車はねかなり使い勝手がいいと思うので、はい、皆さんね、うんうん、ぜひぜひマツダ3についてもね、神戸マツダさんのホームページチェックしていただきたいと思います。はい、はい、というわけで、はい、今回はそうですね、はい、車お車時間、そうですね、はい、おうち時間からお車時間へということで、はい、はい、お車時間の楽しさが伝わっていればいいなと思います。はい、というわけで、はい、今日はここまで。さようなら。